やはりここでしたか。オルネーゼか。はて、おかしいのう。一人残らず始末したつもりだったのだが。ふっ、私を誰だと思ってるのよ。このマリベル様がそう簡単にやられるもんですか。じいさんたち、俺たちを舐めてると痛い目に遭うぜ。ならば今度こそ念入りに息の根を止めてやらねばな。名士様、あなたは国々の争いを阻止して世界の平和を守る立場にあるはず。なのにどうしてこんなことを。無論我らは世界の平和を守るつもりじゃ。ならばなぜ我が国に、世界の国々に魔物をけしかけるような真似をしたのだ。すごく簡単なことよ。根絶やしにするためじゃ。争いを繰り返さずにはおれない人間という愚かな生き物をな。どうして私たち人間はずっと昔から予言の戒めに従って平和を守ってきたじゃないですか。誰も争うことを望んでなんて。見るがよい。あれが呪われた聖杯。なんてまがまがしいの。この聖杯は人間たちが互いを疑い憎しみ争うたびに生じる負の力に侵され闇に染まってしまった。今や聖杯は暗き力をみなぎらせておる。このありさまこそ人間が愚かであるという証、予言だ戒めだといかに取り繕おうとも結局争いから逃れられぬ堕落した生き物だという証拠じゃ。故に我らは双子の王として人間を排除し争いのない真の世界を創造しようと決したのだ。そんな勝手が許されてたまるか。双子の王様だからって何をしてもいいって言うの。そんなの間違ってるわ。これは古より予言されていたこと。多くの血が流れた後双子の王が新たに君臨する。人間どもをことごとく始末し真に平和に満ちた世界を築き上げる。それが我ら双子の王に課せられた使命なのじゃ。見て、あいつ聖杯の力を使うつもりだわ。今度こそ確実に俺たちを始末しようって腹らしいな。たとえ予言で決められていたことでも私たち従うわけにはいかないわ。あんたたちを倒して今の世界を守る。予言なんか覆してやるさ。ならば抗ってみるがよい。息の根が止まるまでな。正しく裁く。
出来上がる。片方が攻撃してくるときはもう片方も攻撃を仕掛けてくる。気をつけろ。愚かな生き物は死ぬ。やってるぞ。愚かな生き物は見えずに。なんだか町内探しをしている気分になってきましたよ。よし、行くよ。何かしようとしてるわ。これは闇の呪いだ。クラウド呪われちまう。避けるんだ。ノルマだ。よく上がるの。お遊びは終わりだ。滅びる。お遊びは終わりだ。やってるぞ。やる限り。ちゃっ。行きなさい。終わりだ。なんだかすっごくヤバそうなのが来るわよ。避けるしかなさそうですね。よし、行くよ。隠れられそうなところに逃げましょう。やってやるぜ。手にかけると、なんということ。兄弟じゃと？そんなものとっくに死んでおる。千年前に。千年前だと？一体何のことだ？お前は運のいい者どもよ。本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすらかなわぬのだからな。我が名はザラーム。今よりこの世界に君臨する新たな王よ。ザラーム？それって千年前に大戦争を起こしたっていう。あの、どうなってるんだ。あんたは名主様の双子の兄さんじゃ。ふん、今は気分がいい。貴様らにも特別に教えてやるとしよう。この老いぼれそっくりに変身していたのだ。双子の王の予言を利用するためにな。なんだと。双子の兄を名乗って近づく子供、聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすことも至極たやすいことだったぞ。名主様を利用したってことか。その通り。と言ってもそやつは
元から異常なほどに支配欲の強い、まさに卑しき生き物だったがな。それなりに使える駒だったが、もはや用済みよ。我が思惑通り、世界は混乱を極め、聖杯に闇の力が満ちようとしている。千年前と同じように、今度こそ聖杯の力を完全に目覚めさせ、我は神をも超える存在となるのだ。そんなことさせないよ。おお、その腕の刻印、我が血を継ぐ者の証ではないか。偉大な祖に立てつくとは血迷ったか。何が偉大なもんか。あんたという王帝を倒して一族のみんなを救う、私はそのために強くなったんだからね。さあ、くたばりな。千年の歳月は我が気高き一族さえも取るに足らん人間に変えてしまったか。嘆かわしいことだ。ポルネーゼ、許せん。ジャイワールの王子よ、その間抜けな顔、父親によく似ているな。何、いいことを教えてやる。ダラルの王に破滅の剣を与えたのも、クレティアの女王によからぬことを吹き込んだのも、そしてお前の父親を殺したのも、全て我がやったことよ。ゼザール、愚かな人間風情が我に立てつくなど、軍不相応にも程がある。ましてや聖杯の力を得た今、神ですら我が足元にも及ばぬわ。マラとのおしゃべりにも飽きた。卑しき生き物らしく無様に死ぬがいい。